今日中ですね、毎日お送りしてます。はい、1分ぐらい、まあ夜が仕事で、その前にちょっと上野によって、なんとか怖い絵展見ようかと思いましたけどもね、なんだか、また混んでまして、平日のまあ昼間に行ったのがいけなかったのかな。朝早くに行った方がいいんでしょうな。まあ10時ぐらいが多分開館でしょうから、平日はその辺を目指して、怖い絵展いつの日か年中無休で今やってるそうなんですけど、なかなかこう見れる機会がありませんで、なんとか見てやろうというふうには思ってますけどもね。そんなわけで、今日も充実した一日を送ってですね、なんかどうも最近はちょっと音楽入れてますけどね、家に帰る途中に、まあ、家の近所で少しだけ一杯だけ飲むなんてこともね、ちょっとやっちゃったりしますね。それはそれで楽しいんですが、そんなわけで、今日もまだね、遊びがあって仕事があって、充実した一日でございました。今日も絶好調だぜ。どうもありがとう。